この番組は地元和歌山に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩く旅動画です。紀伊半島には3000近い滝があるといいます。この Google マップを使えば簡単につけることができます。行き方がわからない方は経路を検索すればほぼ間違えることはありません。今回の滝は降臨の滝、聖観世音菩薩出現の滝であります。なんとこの滝は大阪府貝塚市水間にある滝であります。天平16年744年聖武天皇の勅願行基上人によって創建されたといいます。聖武天皇が42歳の時に病にかかり、なかなか治癒しなかったそうであります。ある日天皇の夢の中に奈良の都より西南の方角に観世音菩薩が出現なされる。よって観世音の像を都にお供申し上げて信仰せよとお告げがあったといいます。聖武天皇は仏像を探すように命じ、行基上人に依頼されたといいます。行基上人は直ちに奈良を立って西南に向かい、水間に到着したといいます。あたりは山岳地、霊峰葛城より流れる水の間に大きな岩があり、原始林に囲まれた神域であったといいます。突然行基上人の前に16道士が現れ、谷に導いたといいます。そこに大きな岩があり、白髪の老人が立っていました。何時を待つこと久し、そう言うと自らの手首を噛み切ったのであります。その手に一体の仏像が握られたままで、手首ごと仏像を渡すということをしたのであります。行基上人は驚いて、その手に握られた一体の仏像を受け取りました。白髪の老人はたちまちその身を竜に変えて天に昇っていったといいます。行基上人はいただいた聖観世音菩薩を奈良にいる帝に捧げたといいます。すると病はたちまち治り、全快されたといいます。聖武天皇はお喜びになられ、この仏像を水間の地に祀るように命じられたといいます。行基上人は水間の地に道具を建てたのであります。降臨の滝とは、すなわち聖観世音菩薩が竜の手首とともに現れた伝説の滝ということになります。この伝説とても最強クラスであります。境内にある愛禅堂は縁結びの仏様の愛禅明王を祀るといいます。微分の違いを乗り越え、結ばれたお夏清十郎伝説の中で、お夏が毎晩祈願を続け恋愛を成就させたことに由来すると言います。良縁縁結びのパワースポットとして、全国から若い女性やカップルがお参りに訪れていると言います。もはや訪れない理由が見つからない寺であります。厄除けとしても最強の寺であります。それではこの動画でパワーを十分にいただいてください。それでは最後にお会いいたしましょう。どうぞ。
いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは紀伊半島の滝を中心に夫婦で訪ねる滝動画をアップしています。また熊野古道講座も開設していますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。コメント、リクエスト、評価をお待ちします。それでは次の紀伊半島の滝でお会いいたしましょう。さようなら。